はい、じゃあ頭の体操ね。今ここでディフェンスの人からボールをピュッともらって、前に行った方が得意やな。フロントミートで、ここからシュートを打てる、トン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 シュートを打てる、それからこっち側抜けるドリブルでこっち抜ける、この3つあるいうてたな。で、これをちょっと横にずらしてね、横からでも、それからこの端っこからでも攻めれるんだな。同じことやろ、方向変わるだけやからね。で、今約束のここからボール、黄色いボール持って赤の人が守ってるけどもここから攻めます。いい？で、もう一人今日は味方をつけてます。味方、青の味方、こいつ敵、赤、赤の味方な、でついてます。で、この人は普通にここで、シュートを今と一緒打ったりとか、こっち抜いたりとか、こっち抜いたりとかしていいですな。で、でもこの人も、味方やから、例えばここに、まあ、このまま追ってここでもらって、この人シュート上手やったら、外からシュート上手やったら、ここからはいはいってボールもらって、パスもらってシューって打ってポチョッ決めたらいいやな。なのでここで攻めてもいいです。それから、いや、この人が私背大きいから、こんなとこ外からちょっと苦手やから、この人の前バーンって入っていって、この辺まで行って、ゴール下まで行って、ここでボールもらってガシャンシュート入れるわ。背高いもん俺、こっちの方が得意や、やっつけだね。これありですね。もしくは俺はここでシュートも打てるし、ならちょっとこの人が警戒し、ならどこ空いてる、この人の前行ったらこの人気づかれるから、気づかれないように、俺はちょっと忍者っぽいから、スススススッと、はいって言ってパスもらってシュート、わかる、こういうすばしっこい技もあります。簡単に言うたら、このディフェンスの人がついててもここではいはいってもらうこともできるし、この人の前に飛び込んでいくこともできるし、この人の後ろに飛び込んでいくね。それからそれだけじゃなくて、ここにディフェンスついてくるな、当然な。ほんならまたこっち上がってきてもいいです、はいはいってもらってシュート打ってもいいし、こっちも相手やろ、こっちもこの辺、こっちにはいはいって行ってもいいです、同じ方に行っても構いません。ほんでここにまた同じようにシュパスもらってシュートしたりとか、あれ、こんなとこなんか寄ってきたらパスできへんやん、今度どこ空いてる、こっち空いてるな、こっちとかこっち空いてるから、この人にパスするふりしてこっち側にドドドドドドドって攻めてシュートしたりとか。話を戻すと、自分の1対1もシュート打ったり右左いつでも考えます。でも味方がもう一人いたら、パスっていうのをここにしたりとか使えるから、パスも考えてもいいです。パスするふりして自分で攻めたりとかね、いろいろできますから、こういうの2人と2人で2対2でね、今日は攻撃をしてみます。わかった。最初はここから始めます。で、用意ドンで普通に1対1で決めても構いません。でこの人がカバーに来たらパスしてとかね、今言ったようなことで攻めてください。いい？で攻め終わったらディフェンスやって交代、4つに分かれてやりましょうか。コーチすいません、お願いします。Thank you.
出しやすいから。